はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。今回は何するんだっけ？お、なんか、あ、グローブ作ってるね。そうだね、グローブ作ってるね。そうだ、あさりに行きましょうっていう話だったね。なんで、いろいろあさりに行きましょうか。なんだっけ、これ作る。レシピの。よいしょ。よし、行きましょう。でね、コメントいただいて、雪山行こうよっていう話だね。そう、雪山いいね。ナイスアイデアなんで、雪山行きましょう。近くの雪山、ここかな。他に雪山なさそうですね。ちょっと遠いな。こっちわかんないね、地域。こっちもちょっと行ってみたいっちゃ行ってみたいけどね。まあこっちかな。ちょっと狭いのが心配だけど、こっから狭くなっていかないか、さらに。ここ行きましょうか。で、どうやって行くんだ、ここは。俺どこだ？またここが微妙。この場所が微妙なんだよな。一回左行って、それから上に上がっていく感じ？こうだね。よし。で、インベントリできるだけ開けていきたいんだね。石はいらないよね。石を置いて、燃料持って、羽持って、弾。スナイパーライフルであいつを仕留めるから必要。ハンドガンもう撃ちまくる。オッケー。石だけ置いていこうか、あとは。石だけ置いて。食べ物ある？食べ物ちょっと持たないとやばくない？食べ物だけとちょっと持とうか。よいしょ。ここだけん。水がないかな。ミートシチュー。オッケー。まあ、食べてくか、一個ぐらい。あ、100%だと食べる必要なかったね。まあ、3つぐらい持っていけばいいかな。何が分かった？あ、HP が増えた。OK。で、水は？水は OK だね。8個あれば OK。行きましょう。どうしよっか。で。あ、これ入れないとね。よし、行こう、レッツゴー。ピョーンと。ジャンプして。ジャンプして。この方角でいいのかな？今回、オーガーのパーツ。オーガーのパーツ来るかな。パーツが来れば拠点強化できるんだけどね。オーガーのパーツ来てくれんと本当拠点が強化できない。何も進まない。そうしないと。うわ、びっくり。 あ、道じゃねえ。ダメ、道か、これ。おお、車いる？いるね、いいね。ここからオーカー出ればもうバッチリなんだけどな。出ない。
か出ないね。オーガーのパーツさん来ないかな。もうちょいで右曲がっていいかな。オッケー。うん、右行こうか。で、持って。で、持って。あ、これ取りたい。こんなにいっぱいあったら取りたい。持てねえじゃん。それは持てねえわ。はいはい。草とかいらないわ。OK です。持てないって言われた。欲しいよ。おー、キャンセル。スクラップのスクラップかな。よいしょ。うお、ジャンプした。うわ、またジャンプしまくるね。ジャンプの日だね。で、なんかないかな。これいらなかったかな。まあいっか。間に合って。もうちょ。オッケー。あっ、危ねえ。バイク走ってったかと思って焦ったよ。マイニングツール上がりました。うわ、またあった。ダメだこりゃ。こんなん掘っててたどり着けねえよ俺。やめた。やめた。これで終わりだ。なんで、よいしょー。帰りに歓迎よ、こんなのは。帰りにインベントリが空いてたら拾ってもいいかな。拾ってやってもいいかも。お願い。いや、なんか早く取りたかった。仕方ない仕方ない。火薬の材料いっぱいあるね。地雷を敷き詰めたいな。地雷何個あったっけ。でも100個ぐらいしかないか。200個ぐらいかなって。3×7=21 で200個ぐらいだね。200個ぐらいじゃどうにもなんないかな。引いちゃった。空っぽ。ちょっと待ってね。インベントリを整理したい。ちょっと OK。 スクラップ、よし。車がある。車に吸い寄せられる。空っぽだし。よし、今のところ多分順調で、本命は雪山のあのなんだっけ、枯れ木枯れ木っぽいやつです。あれの中にオーガーのパーツがあるだろうと。あそこだけなぜかドロップ率がおかしかったんですよ。だからあれを漁って回れば結構いいものが揃うんじゃないかという。これ焼け地と凍ってるところが
隣り合わせっていうの矛盾半端ないっすよね。こいつこいつこいつもね結構いいの落とすらしいんで、しかし強いよね、強いなこいつ。うん、いらないかな。ちょっともうちょっとバイクで進もうか。よいしょ。もういきなりショットガンですよ、完成品の鍋ですよ。もうね、ハンティングライフルいらない。もうねバランスがおかしい。やっぱり右前にあったよね。ここは絶対ドロップレートがおかしいです。この丸太は修正がきます。あれこれあさりねえし、おいあさりねえ。うわぁ、スチールアローヘッドだ。昔大好きだった。昔大好きつか。探し求めてた時期があった。どっかないかな。あった。ないね。よいしょ。お、蜂蜜とアルコール。スクラップ。ウェアしてスクラップ。よいしょ。お、弾が50発。50発っていうのもおかしい、あれ。なめどね、バレットケージン。いって嘘だろ、感染したか。どっか蜂蜜があるから、あれあの喉乾いてねえやつだ。お、ミリタリーなんちゃらがありましたね。乾いてねえか、殴られたし使っての喉乾いてんじゃん。フルネスか、お腹空いてねえのか。そっちも必要なんだね、お腹空いてる必要は。結構難易度高いね、難易度というか大変ね。ゾンビ走る時間帯だね。ライトつけとこうか。ないかな。いいよね。ゾンビさんだね。ないね。あれこれ廃墟の町来てない俺。ここはちょっと危ないかな。ここはちょっと危ないか、離れましょうか。犬とか来たら。ほら、警察官とかいるし。危ない危ない。ターゲット以外の生き物がいっぱいいる。ポン。お、いいね。バレットチップもあったよ。じゃあ、それに行きたいかな。どれだっけ、あれか。どれだ。だだだ。あさってある、ここあさってある。多分あれもあさってあるから。意外と漁ってあるんだ。あっちにあるね。見つけるのが難しいな。ライト消した方が見やすい、もしかして。なんか明るいよね、夜だけど。
あった。アルコール。あれは漁ってありそうだな。車もあるし。漁ってないけど、ダメだった。ここって俺カバンなくしたあたりじゃねえの。そんなことない。そんなことないかな。あったあった。なんか来てるね。あくね。バイクに当たるかと思って今。Where?ダメー。寒いね。ピストルか。ピストルか。結構ドロップいいはずなのにあんまり出ない、ね、絶対レートはおかしいはずなんだよ。バレットチップとかバレットつかスチールアロ出すぎでしょ。何雪山は厳しいから。厳しい。おい、びっくりした。寒いか、もしかして。もしかして寒いか。ちょっと分かった、分かった。寒いね。ちょっと厚着を手に入れましょう。お兄さん来て。やっば、何匹来てんだよ。え、俺銃一発撃っただけだよ。当たったし、出血はしてない。オッケー、オッケー、タモッケーです。銃声ってあんな遠くまで聞こえるの、あれやばいね。これがいいっす。銃声あんな遠くまで行っちゃったらやばいね。リペアじゃないよ、スクラップ。はい、なんかスクラップ、はい。お、ちょっとドキッとした。関係ねえわ。チェーンソーのレシピとかどうしてどうでもいいやつや。2枚やったからちょっと嬉しいって一瞬思ったけど、どうでもよかったね正直。ショットガンいらないよな。いらないともう弾ないし。よいしょ。ないかな。うげー、これ。あ、ダメだ。あ、火薬や。結構な数あったね。結構な数の火薬がありました。いやー、スチールアローヘッド出すぎでしょ。俺は前関係ないとこを探してたのかってぐらいに。昔もこういうとこ探せばよかったのにね。やっぱりこれさっき来たやつ。じゃあこっちも漁ってあるね。え、何？クワです。あれも漁ってありそうだな。もうゾンビが走ってきた。あ、届かない。いって、あった。
あ、もうダメだこれ。めんどくせえ。さあ、いっぱい来い。あ、出血してるわ。さあ、ゾンビども来いよ。俺が相手だ。これがハンドガンの力よ。え？スクリーマーとか来てないよね。うっ。なあ、つったんだよ。多分見とけばよかったなと思ってきたか。お、ピストルレベル上がった。やっぱ乱射すること重要だな。なあ、つったか分かんないけど、たくさん撃ちました。17の方がいいです。ハンドガンダメかもしんねえ。俺ハンドガン極めても勝てる気がしねえ。やはりサブマシンガンとか AK になってくのかな。ちょっとあったかいかなぐらいダメや。あ、違う、待って。どっち？あ、もうなくなっちゃった。なくなっちゃった。俺どっち来たんだろう結局。やっちゃったわ。これはブルーベリーです。いらない。なんもなくね。あ、車が止まってる。ダメだな。ダメだね。エイムしない方がいいっすね。エイムというか、エイムダウンサイトっていうのかな。なんていうんだっけ。覗かない方がいいです。覗かない方が全然当てやすいかも。ダメだ。なんつってるよ。まだまだ弾あるぜ。そして追加の50発も作ろうと思えば作れるし。9ミリ弾を撃ち放題やな。あ、24分経ってる。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。まあ銃撃ちまくりで楽しめましたけど、次回はもうちょっと調子に乗って打っていきたいと思いますので、よろしかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。